釜石線、釜石線、釜石線は、岩手県花巻市の花巻駅と釜石市の釜石駅を結ぶ東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。相性は、銀河ドリームライン釜石線。これは、釜石線の前身である、岩手京弁鉄道が、宮沢賢治の銀河鉄道の夜のモデルと言われていることにちなむ。同じく、 宮沢賢治のシグナルとシグナレスは東北本線と釜石線の信号機を基人化し男女に見立てた恋物語である。また宮沢賢治が作品中にエスペラント語の単語をよく登場させていた子から各駅にエスペラントによる愛称が付けられている。2011年 平成23年3月11日に発生した東日本大震災で一部が被災し運休したものの、翌月には全線での運行を再開した。全線森岡市社の管轄である。各駅停車は基本的に花巻駅釜石駅間の運行であり、2時間に1本程度の運行であるが、朝と夜には東野駅釜石駅間の区間列車がある。 また、一部の列車は、東北本線を経由して、森岡駅発着で運転している。2015年5月1日現在、東日本大震災の影響で、山田線宮古駅か米市駅間が運休中であるが、震災前には山田線に直通する宮古駅、発着列車もあった。2010年12月3日までは、釜石初岩手銀河鉄道線直通駒前駅も一本、設定されていた。 1994年3月30日から、森岡車両センター配置のキハ100系機動車によるワンマン運転が行われている。各駅停車のほか、森岡駅釜石駅間に一部指定席の快速、浜湯が3往復運転されている。震災前の2010年3月13日改正時点では4号が、宮古発で運転されていたが、前日の通り、山田線は、普通のため、 釜石駅森岡駅間のみの運転。2002年11月30日までは、急行、陸中として運転されていた列車で、回転リクライニングシートを装備した専用のキハ110系軌道が使用されている。このキハ110系は釜石線に初投入され、はじめは、前面が黒色で、ブラックフェイスであったが、視認性向上のために白系に塗り替えられたものである。快速。 浜百合は基本的に3両編成である。当初期派110系霊番台だけを使用していたが、2007年から指定席に同霊番台を使用。一部自由席にも使用し、自由席は同百番台を使用している。従来使用していた同霊番台の一部は、気仙沼線の快速、南三陸の指定席車両に充当されている。列車番号は、花巻から、 釜石方面が下り列車につける奇数で、その逆、釜石から花巻方面が上り列車につける偶数である。かつては東北本線釜石線山田線を回る森岡発森岡行きの循環急行列車五葉と逆回りの外山が存在した。また、かつての五葉、外山あたりと同様のルートを走る観光者として、一時期、 フルっト三陸トレインなる列車が運行されたこともあった。釜石製鉄所が航路を24時間体制で創業していた時代には山田線と共に夜勤車用に時刻表非掲載の深夜列車が運行されていた。1979年当時のダイヤでは釜石を深夜の1時20分に発車し終着の道路には午前2時54分に到着していた。 森岡市社内の路線では、釜石線が、日本地カかもしかの列車車両との接触が、最も多く、2004年以降は機器材の散布、2007年以降は、線路沿線への侵入防止ネット設置を行ってきた。2017年2月には、運行車両のキハ100系1両に配送機を、試験的に採用し、車両に接触しても運行への影響が少なく、なるようにしている。 このほか、当選には様々な列車が臨時に運行される。その代表的な列車が2014年4月12日から運行を開始した蒸気機関車 C58-239 牽員による列車 SL 銀河である。前身は1989年から2001年にかけて毎年運行された蒸気機関車によるイベント列車 SL 銀河ドリーム号で、 路線名の愛称である銀河ドリームライン釜石線と銀河鉄道の夜にちなんだもの。2001年で一旦運行は打ち切りとなったが、その後も2004年、2012年と運行され、2014年度より専用の蒸気機関車となる C58-239 を新たに胴体復元し、週末を中心に定期運行がなされる SL 銀河の誕生に至ることとなった。 また、当線を管理する森岡支社は、宮沢賢治の名前にちなんだ、ジョイフルトレイン、賢治を所有している。この列車も、時折入線し、イベント運行を行っている。釜石線は、岩手警弁鉄道が付設した花巻屋市下で、千人峠間の釜石再線と、国が付設した陸中大橋釜石間の釜石東線が、1950年の、 足削り区中央橋間の開業によって結ばれ、成立したものである。花巻千人峠、1950年廃止間は、岩手京弁鉄道が期間762ミ、mm、リメートルの京弁鉄道として付設したもので、1913年、大正2年から1915年、大正4年にかけて全通した。この間、終点側で部分開業していたことから、 花巻岩根橋間の再線と柏木平、千人峠間の東線に分かれて運営を行っていた時期がある。この岩手京弁鉄道時代の再線と東線は国有化後の路線ではすべて釜石再線側に含まれている。千人峠から大橋間は距離約 4km に対して標高差が 300m あり、この間に千人峠を越えなければならず。 建設費の負担に耐えられないことから、鉄道の布設を断念した。代わりに、全長3 6トルの作動、ロープウェイにより、貨物、郵便を輸送することとし、旅客は、道区間約5 5トルの山道を、徒歩連絡とされた。1927年、昭和2年には、ようやく鉄道布設法別表第8号の2に、岩手県花巻より、東野を経て、釜石に、 イタリル鉄道が追加され、1929年、昭和4年には、現在の釜石線となる路線の着工が決定した。1936年、昭和11年に、岩手京弁鉄道は、買収、国有化され、釜石線となった。この時に、作動も買収されて、国鉄市場唯一の作動営業が行われることになった。1944年、 昭和19年、釜石東線の開業により、釜石再線に改称する。岩手京弁鉄道は、期間 762mm であったため、1067mm への改め機が順次実施された。またこれと並行して、千人峠を越える鉄道の建設が始められた。国有化前に、岩手京弁鉄道から国鉄へ依頼して行われた、検討では、 足下瀬駅と千人峠駅の間に金山駅を設置して分岐し、千人峠の下を長いトンネルでくぐって、東側にループ線を設置し、北進してスイッチバック式の甲子駅を設置、大きく南へカーブして、釜石鉱山鉄道の路線に並行して南東へ進み、宇多海駅で合流するという路線構想があった。再検討の後、1936年、 昭和11年6月に実際に国鉄が着工したのは足毛瀬駅から分岐して足毛瀬トンネルで一旦帰線が流域へ出て上、有積駅を経由して土層峠の下を土層トンネルで抜けて千人東側斜面を大きく北へオメガ、オメガ地上のカーブを描いて陸中大橋駅へ降りていくルートとなった改めき工事に関しては1944年 昭和19年に花巻柏木大間の工事が完成した。花巻駅は国鉄の駅前にあったものが国鉄の駅へ乗り入れるように改められ、似たない駅までの区間はこの時に大きく線路を付け替えられている。元の花巻駅は花巻温泉電気鉄道、後の花巻電鉄の駅として残った。これ以降の改めき工事は太平洋戦争の激化のため、 千人峠の新線建設工事とともに中断された。この時点で、かなりの部分まで、路盤工事も出来上がっており、新線区間の土層トンネルも貫通している状態であった。戦後の1946年、昭和21年にアイオン台風により、壊滅的被害を受けて、長期不通数となった山田線の代替路線として、釜石線の建設、改築を優先することとなり、 1948年、昭和23年に工事を再開し、翌年に柏木平東野間の改め木が完成した。1950年、昭和25年には、東野足毛狭の改め木が完成し、足毛瀬陸中大橋間が新線で連絡して、釜石線が全通した。なおこの際、新線建設ルートから外れた足毛瀬、千人峠間は、 期間 762mm のまま、千人峠陸中大橋間の作動とともに廃止されている。これにより、国有鉄道の特殊協議船、京弁鉄道は全て姿を消した。東、釜石側は、1944年に開業した釜石島線以前に民営鉄道がすでに開業していた。 まず1880年、明治13年8月30日に、布告協兵を目指す政府の公務省によって、釜石三橋を大橋最高所 18.3km と、長野小川山間 4.9km など支線を、含んで 26.3km を結ぶ釜石、鉱山専用鉄道が付設された。これは、釜石製鉄所への鉱石を輸送するためのものであり、日本で3番目となる。 鉄道路線であったが、釜石製鉄所での製鉄が不振で、先鉄生産を1883年、明治16年に中断してしまったため、関営釜石鉱山は閉山し、そのための鉄道も開業わずか3年で廃線となった。この時の鉄道設備は、半海鉄道、南海電気鉄道の前身へ譲渡されている。その後、1884年、明治17年に、 釜石鉱山馬車鉄道、釜石町鉱石村間、基間 762mm が、岩手県下発の民営鉄道として、開業、1911年、明治44年に、個人、田中町兵経営の鉱山鉄道、鈴子大橋間、基間 762mm に移行した。これは、釜石製鉄所の再建を目指す田中によって、開業させたものである。 1916年、大正5年に、田中鉱山。1924年、釜石鉱山に、改称2乗とされ、1940年、昭和15年には、日鉄工業2乗とされた。前述の岩手京弁鉄道は、これとの接続を目指して計画されたものである。同鉄道は、釜石東線開業後は、貨物専用線として残り、1965年、 昭和40年4月1日に廃止された。千人峠を越えて、釜石に入るとき片側に車線片側1車線の変則的国道があるが、これが廃線跡である。詳しくは、釜石鉱山鉄道の項目を参照。廃止区間の駅は、前節参照。内は、花巻駅から抜キロほど。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。